はりぎり。はりぎり、はりぎり、学名、キャラパナックスセプテンドボスは、ウコギカの落葉香木で、紅葉樹。幹は直立し、高さ10から20メートル、大きいものは30メートルになる。別名、千の木、千の木、宮古ら、天宮内は、山切りなどがある。日本全土、特には、北海道、朝鮮半島、中国の産地に分布する。 若木は枝や樹幹に棘があるが、老木になるに従い鋭さを失い、拳になる。幹の樹皮に深く、縦に入った筋、裂け目がこの樹木を特徴づける。傭兵は長さ十から三十センチメートル、傭身は手のひら状に五から九列し、楓のような姿で、計十から二十五センチメートルと大きく、天狗の内輪のような形をしている。そこから、 天狗内ち輪と呼ばれることもある。秋には高架子に紅葉する。7から8月、黄緑色の小花が球状に集まったものが傘状につき、藍色の丸い果実を結ぶ。肥えた土地に自生するので、開拓時代はこの木が農地開墾の敵地の目印であった。そのため、北海道には大きな木が多く、明治末には下駄材として本州に出荷された。 現在でも国内産の千の九割は北海道産である。展開したばかりの芽は同じ、ウコギ科のタラの木や腰油、ウドなどと同様に山菜として食用にされる。見た目はタラの芽としてよく知られる、禁縁のタラの木の芽や腰油肉に苦るが、苦みやえぐみとして感じられる悪がやや強い。そのためタラの芽特別して食用にしない地方もあり。 例えば、長崎方言では、犬だらと呼んでたらの木と区別される。もっともしっかりク抜きをすれば、腰油同様に非常に美味であり、利用価値が高い。山菜としての地方名に、大原、中部地方などがある。果実は塩分を含み、ネルデなどとともに、海からの塩が貴重だった頃の山里で塩分摂取に利用されてきた可能性も指摘されている。木材としては、 線と呼ばれる。木肌が深く裂け、黒ずんだ褐色の木から取れる、鬼線、鬼線と、木肌が滑らかな木から取れる、ぬか線、ぬか線に分かれる。鬼線は、加工には向かず、珍金に用いられる。一方、ぬか線の材は軽く柔らかく加工がしやすいため、建築、家具、楽器、エレキギター材や和太鼓材、仏壇、下駄、さ銭箱に広く使われる。 耐久性は、やや低い。観光材で、肌目は粗いが炒め面の光沢と年輪が美しく、海外でも人気がある。色は白く、ホワイトアッシュに似る。ケヤキに似たキメを持つことから、ケヤキの代用品としても使用される。この場合は着色した上で新ケヤキ、ケヤキ調と表記されることもある。また、口述のようにカツラなどと共に、 アイヌによる丸木船製作の主要な材の一つとして、北海道全域で用いられた。北海道日高地方猿川流域のアイヌの高等伝承で、はりぎり、アイヌ5名、あユニの丸木船、地に関する近畿を扱ったものがある。話の内容は再録された時代などにより、差異があるが、以下に概要を示すものは、1996年、平成8年3月25日に、 ビラトリ町のアイヌ、上田都市から聞き取り再録されたものである。概要は以下の通り。しかし、ホンダ、1998は、実際には、道内各地で、張り切り製の丸木船が出土、あるいは現存していることを踏まえ、かつては、丸木船の溶剤を特定の樹種に限定するような、ことは行われておら、むしろ杉などが自生しない。 北海道内における丸木船政策においては主要な財としての地位を占めていたと考察している。加えて、本田、1998では物語自体の変容についても考察している。上田のほか1936年、昭和11年、1963年、昭和38年の記録を確認したところ、1936年の記録では女神は、 作った以上、私と同じ程度に、そちらも使ってやったらよかったのにと述べた上で、千の木ほど月神、み、かしかの悪い木はないとしていが、その後の記録では、悪いのは、張り切りの月神ではなく、り切りそれ自体、とされ強調されていった。また、1936年の記録では、張り切りの船を作ることを禁忌する内容はない。以上より、1998、では、 本来この物語は人間が道具として何かを作った以上はその道具が役割を全うできるようにきちんと使わねばならないということが主題でありカツラと対立させる樹木はリ切り以外でも良かったのであるがリ切りの鋭利な差しそれで傷を作ってしまうと時として体中が腫れ上がってしまうことが強く意識されるようにな結果リ切りの船を近畿とする物語に置き換えり サルガー流域のアイヌの生活、ひいては近年の情報の流れの中で他地域のアイヌの生活にも影響を与えるようになったと推察している。また、ホンダの試験として、本来各地で、用途や河川の様相によって見合った樹種が決められていた、丸木船についての伝承が変容し、リ切りの船のタブーし、他の樹種の申請しが進んでいることを指摘している。なお、 現在では再び張り切りを用いた丸木船の復元も行われている。例えば2020年、令和2年4月に白尾市町にオープンする国立愛の民族博物館、国立民族共生公園、ウポポイでの丸船といった綴り船、タオマチ制作、展示にあたっては、東京大学附属北海道演習林から張り切りが提供されている。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。